山本由伸まさかの史上5人目の快挙。 MLB 公式サイト MLB.com のブレントマグワイア記者によると、山本がドジャースの投手としてポストシーズンの試合で5イニング以上での無失点を記録したのは史上5人目。1988年のオーレル・ハーシュハイザー以来、36年ぶりの快投劇だと興奮気味に報告した。ようやりすぎとる。やばいな、ドジャースが。ドジャースの過去のピッチャーがしょぼかっただけ。これはようやっとる。50本打ったのも大谷が初とか言ってたし、ドジャースって意外としょぼいとこあるな。1回でこれができれば言うことないんだろうが。7回0失点とかならわかるけど、5回0失点でそれって悲しい記録。山賊時代のライオンズの上位互換か。2安打以下になるとかなり前まで遡るみたいやな。まあカーショーは PS は監視な。去年はカーショーの初回6失点でファンが冷凍されたからな。そんなことある。コロナ短縮シーズン除いたら30年以上世界一になってない S 強豪だからな。こういうの好きだよな。アメリカはドジャースがヤバすぎでは。アメリカのスタッツやって暇なんかな。1戦目と5戦目単純に8回5失点この内容はどうなんやろ。5回までは無失点だったけど、6回に1失点した投手は対象外なんだろうから、すごい記録かどうかは判断しづらいな。皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。